阪メトロは現在9路線133駅、総延長 137.8キロ、1日平均約250万人のお客様にご利用いただいているところでございます。2018年4月に大阪メトロとしてスタートいたしましたが、安全確保につきましては鉄道事業者としての絶対的使命であることには変わりありません。駅スタッフによる見守り業務を実施するにあたり、連携ツールといたしまして、3カ年計画で、大阪メトロ133駅全駅に552台を配備いたしました。トランシーバーはホームのようにまっすぐで見通せる区間でありましたら有効活用できるんですが、我々地下空間という特殊な空間がネックとなりまして、すぐ近くにもかかわらず、上下の階層ですとかでしたら繋がらないっていう状況がありました。 IP 無線機は通常の携帯電話回線と同様に使用できるため、地下の駅構内でも通信エリアが拡大に広がったと、雑音なども入らずにクリアに聞けるということで効果があったと考えております。またIP 無線機による通信内容を複数の駅スタッフで共有できることから、連絡ミスや、ヒューマンエラーの防止に効果があると考えられております。難波駅は御堂筋線、四ツ橋線、千日前線の3線が入った大阪メトロで2番目に大きな駅です。電話のように通信できるのと振り込み通話ができるので、お客様の案内にも役立っております。やはり素早く安心丁寧にということは一番大事だと思いますので、会場を受けたまわったらすぐに連絡をすることで迅速に対応することを心がけています。操作はボタンを押すだけで喋ることができて、音声をクリアに聞こえますので、素早い対応ができるようになりましたので、お客様満足にもつながっていると思います。駅業務の利用実績が各部署に伝わりまして、運転部門では運転士と車掌並びに、指令所の係員間で用いること、また車両部門に関しましては検査場内で、検査係員間の連絡ツールとして IP 無線機が活用できるか各部署で検討しているところでございます。